どれが一番かわいいかな。髪を下ろしてるやつかわいいな。どうもこんばんは、カルーアリオです。今我々はファーストオーダーの、リサージェント級スターデストロイヤーに乗り込みました。ここから我々は、進行していき、この船を乗っ取ろうと思います。あ、待って、俺が丹精込めて焼いたボムションを食らえ。えい、よし。わー、俺がなんだよ。あなたは今すぐ、入んなかった。ファイヤーマンがいるな。全部そっちが悪い。オッケー、ファイヤーマン撃破。ファイヤーマンってなんだよ。フレイムトルーパーだよ。おお、気をつけて後ろ。はい、おーい。はい、このね、シストルはね、厄介なんで、見つけたら早めにね、やっつけておきましょう。はい、オッケー、行くぜ。オッケー、目標確保、ナイス。オッケー、ビビナイン撃破。シストルが今行った気がしたけど、いないね。今すぐに戦いをやめる。よし、あのポイントをね、稼ぐためにね、ここでね、確保してましょうね。やべえ、俺だけお留守番か。あ、なんだ、結構多いな。結構多いぞ。結構多い。サンキューフィン。やばい、引っかかった。ごめん。目標確保、ラッキー。わあ、やべえ、おじいちゃんだ。サンキュー。助かったぜ。さすがに、あの、身内に手を挙げるのはね、ちょっと気分引けたんで、フィンに倒してもらって僕は良かったです。やばい、引っかかっちゃった。あ、パズマいつの間にか死んでる。やばい、死ぬ。あかん、これじゃレイが死ぬ。BB-8 来てるな。 BB-8 はいいのか。 BB-8 はいいのか。あなたは私の仲間を攻撃したくない。よし、はい、やばいぞ。 OK、 味方ナイス。やばい、あ、大丈夫だ、セーフ。落ちて死んだかと思ったわ。一旦引いて、あんまやばい、あーやばい、落ちちゃった。なんだ、うわー、ペイ。よし、バイク、オッケー。あー、このオビシアンガンナー様のこのロータリーガン、ロータリーガンだっけ、なんだっけこれ、このオビシアンガンナーのこのロータリーキャノン食らいたまえ。はいはい、処理、アズマ処理、ナイスだ。アズマを
ファズマじゃない、あれなんだっけ、皇帝、皇帝を、皇帝の存在を否定して、ね、他の敵も一緒に撃破しつつ、おし、勝ちました。口が全然回らないから、ちょっと、ドライ飲んでます。アサヒスーパージュー、多分ね、初手ね、B キープした方がいいと思うんだよね。私たちはここでファーストオーダーを迎え撃ち、示した拠点を奪われないように、で全員準備を。 B キープ、ファーストキル俺がもらって、他の敵もバスバス殺していって、バス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 、ね、ああバンガードだ、バンガード危ねえ、あ右から何か来てる、 OK、 ボム撃っちゃうぞ、いいのか、丹精込めて焼いた俺のボム撃くらい、丹精込めてる、ちょい、やばいよ、 A、 B どっちでもいいから、なんかっていうかどこでもいいから、なんか、最初の1回でね、もう 4000BP すぐ溜まったんで、レイで出てきたんですが、ファーストフェーズは落としてしまいましたね。まあいいや。おっと、ちょっと待って、敵多くね、敵多くねえか、敵多くねえか、死ぬ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 、ナチュラルに死ぬ、大イージリー、あ大イージリーか、待って、マジで全員あるじゃん、普通の歩兵じゃん、ヒーローがいない、俺さっきヒーローになったけど他の人 BP 溜まってないの、マジか、 BP 溜まってないんか、やべえ、バターのようにバターバター、おい、やめてやめてやめて、お願い、欲しい欲しい、バターナイフで バターを切るように、テンポね、敵を超え、痛い痛い、おい、無益な摂取を寄せ、 OK ナイス、味方ナイス、引きましょうね、おい、いいのか、俺は今酒を飲みながらやってんだぞ、あ、ごめん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 、あー、この道が分からんのじゃ、ここか、さっき行ったところだよ、あ、ちょっとちょっと火は違う、ちょっと待って、誰でもいいから俺から湧いてくんねえかな、シストル2人はきつい、誰か俺から湧け、ちょっと死ぬよ俺、死ぬよ俺、はい、ああやべやべ、あ、そっち、あっちは、ここだ、ちょ、やばい、パルパルパル、オッケーオッケーオッケー、バラージエ、私のバラージエ、あのシステル取れる、オッケー取れた、俺が取れるって敵を大体取る、あ、そう、はい、撤退、エクゼキュートオーダー66、クレシにいっぱい敵が来そうなんで、セオリー的に、まあ、何のセオリーかよくわかんない、相手 NPC なんで
セオリーもクソもないんですよ。多分まんべんなく来るんですよ、おそらくね。AI の特性とかもあるかもしれないけど、で今 C で俺が敵一掃したから多分 A が手薄になるんですよね。 A の方に敵が多分狙ってくるはず。俺がさっきあの C でいっぱい敵倒したんで。あーやべえやべえ、セントリー撃ってね。うん、BB が溜まったので一番乗りできましたが、敵がいっぱいで対処しきれません。やばい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 、ちょいちょいちょい、ダメだって、ダーン。おー死にますよこれは。あっ、単発の火力も強いには強いんだけど。エリアを撃破中、モーターストライクを要請した。オッケー、サンキュー、オッケーオッケー、気持ちいいね。はい気持ちいい。あーもうちょっと、もう一度私を気持ちよくさせて。オッケー、近接格闘もね結構性能がいいんで好きです僕は、このキャラ。オッケー、ファーストオーダーの倒し方を知ってるわ。彼は元クロードトリューバーよ。オッケー、やべ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 、自分のオビタルストライクで死ぬ。軽く死ねますね。指定の座標にモーターストライクだ。はい、オビタルストライク先にして撃っておく、ダメージを与える。でラピッドファイヤー、あいちょ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 い、やめて、無益な接触しないで、無益な接触しないでって言ったじゃん。おい、リースしてすぐそれはなくない？くそ、でも倒したよ。フレトルが嫌だな。オッケー、フレトルダウン。フレトルもう一人いるのか、めんどくせえな。はい、セントリー、いや死ぬ前に1セントリーしておきたい。あーダメだ、 BB9E がいるのかなここに。あーやばい、生きてる生きてる、俺は生きるぞ、こういう時まで、ギリギリまで、死ぬまで生きるぞ。死ぬまで生きるって日本語的におかしくね。死ぬまで生きるぞ俺は。まだ死なないんだな、これが。オッケーオッケーオッケー。あーヘビーが使いやすくてたまらない。あー後ろにいるの、なんか、おーやべやべ、パソシ張ってんじゃね。オッケー、あやばい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 、 BB9E がいた、 BB9E いるよそこに。オッケー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 、頼むぜ、 BB9E 倒してくれ。この辺り、あ違う、オッケーオッケーオッケー、あ BB9E なんとかして、やつの動き、あピー後ろ、オッケーオッケー、やつをやって、デッドアイで倒して。ああナイス、ありがとう。オッケー、はいはい、ここは取らせるせんぞ。フレトルがいる、フレトル処理して、オッケーサンキュー、いいよ、いや、あ後ろからいっぱい来た、やだ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 、カイロレンまでいる、やだやだ、シッ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 シーン、表から入っていくか、ちょっとち
で、一回こう外出て回路レーンをこっちにおびき寄せて、で、逃げます。で、ここよ、ここに来て、あー、やべえ。ファーストオーダーの攻撃。B ね、OK、B 行こう。ああやってね、マークしてくれる人がいるとすごい助かる。なんか俺もマークしないときあるけど、味方に合わせちゃうね、やっぱ俺は。味方がマークしてくれないときは俺もマークしないことがあるから、ああやってマークしてくれると、その俺が忘れてた時でも、こうそういうのさ、こう、あ、ちょっとどこだ、どっから撃った今こいつか、あ、ちょいちょっと撃ってからパンチっていうか肘だけど、レベリーじゃ、すげえ本物のスペシャリストだ。私を雇いたいの。さあ行くぞ、このけだものめ。あ、もう一人、はい、君が撃てば撃つほど跳ね返ってくるよ。あ、やばい、こいつは嫌いなんだ。こいつ火のやつ、火属性苦手だからさ、レイってあの多分草属性なのよ。そうだから、嘘でしょ、何に当たって死んだ。ちょっとフレトルの処理に苦労するので、こいつオビシアンガンナーで出てきました。届くかなこれ。 OK、味方来て、ああもう、ちょ、OKOKOK、 もう制圧率が伸びない。ちょっと待って、なんでこんなにむずいの今日、おかしくね今日。あれか、なんかマップのローテーションで、あの終了、難しくなんのか。キャプテンファズマがリーダーとして敵に加わったわ。難しい部屋にぶち込まれたのか。あのなんかね、コープモードってそういうところあるんですよ。あの新しい式場をマークしたわ。あの同じマップでも難易度が3段階ぐらい変わる時があって、なんか多分おそらくだけど、イージー、ノーマル、ハードあると思う。インスタントアクションみたいにね。だから それがローテーションで変わっていくんだと思うんだけど、実際のところは分かんないけど、おそらくそう、難易度もマップ変更とマップのローテーションと同じように難易度も変わってると思うんだ。あ、シストルが。OK、ナイス。OK、時間が短いから、ちょっとなるべくここをキープしよう。あ、後ろ処理した方がいいな、俺は。おい、待って、俺がいるんだぞ。俺がいるんだよ。あ、よかった。ちゃんと、あれだ、俺に当たらないように考えてくれてたっぽい。あ、ちょっと、あ、OK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 、 いいよ、今オービタルストライクじゃない。まだあれか、クールダウン中か。ファズマ来たよ、やばいよ、ファズマいるよ。銀色だから目立つね。はい、あ、嘘でしょ。まあいいんだけどさいいんだけどさ、あの俺が倒そうとしたら味方が倒してくれたっぽいんで、
タックル当てられなかったっていう。あ、後ろか。ごめん、マジで気づいてあげられなくて。やめて。あう。武器を下ろして。お小遣い8000円入ったので、レイちゃんできました。やべ、引っかかった。ちょっと待って、突撃が今撃てなかったよ、今。溜まってなかったのかな。じゃあしょうがないね。溜まってなかったらしょうがない。あのシストロ、早めに処理しておかないと。厳しい。ちょっと時間ないよ。あと7秒だよ。誰か入って。あー、グッドーン。これで忌まわしい兵器を。